こんばんは。今日は2月の7日ですね。今日の昼にですね、ちょっと電話をかけ、選挙管理委員会の電話をかけたんですけれども、東京の方と千葉の方ですね、かけました。で、千葉4区の方にかけたんですけれども、この時にですね、ちょっと船橋の方にお電話かけ直してくださいと言われたんですけれども、ちょっとそのかけ直しのところの、ちょっとなんか、その、取り次ぎがちょっと怪しいなっていうのもあったんですけど、ちょっとまず聞いてください。千葉4区の話ですね。こんにちは。本日は2月7日ですね。ちょっと今回の選挙のことに関してなんですけれども、このようなツイートがありましたので、ちょっとこのことを聞いてみたいと思います。読みますね。疑惑の千葉4区の謎1、野田元総理の選挙区である。0時から30分間の間に開票された4万5000票のうち、野田の得票率が 93.7%、 さらに12時半から1時までに開票された約9300票の 99.9% が無効票扱い、異常すぎるデータであるということがあったので、これもちょっと、今から選挙管理委員会に電話をかけて聞いてみたいと思います。それでは今から千葉の方の選挙管理委員会に電話をかけてみますね。043-223-2142、これをかけてみたいと思います。あ、もしもし、あのですね、今回、去年になりますけども、選挙の方についてですね、ちょっとツイッターでちょっと面白い記事を見つけたので、ちょっとそれの確認のために電話かけたんですけれども、よろしいでしょうか。ですね、千葉4区ですね、野田総理の方のところなんですけども、12時から30分の間に開票された4万5千票のうち、野田さんの投票率が 93.7%、 さらに12時半から1時まで開票された9300票の99.9% が無効票扱いっていうふうにツイート見たんですけれども、これがちょっと本当かどうか確認したいんですけれども、ちょっとですね、はい、船橋選挙管理委員会の方にですね、はい、ご連絡いただいてですね、はい、そちらの方で集計の方を行っておりますので、船橋の方ですね、そうですね、で、もどもなんですけれども、はい、ですね、ちょっとお待ちください。047-047、はい、436、はい、2111、繰り返しますね、はい、047-436、はい、2111ですね。こちらが船橋市の市役所になりまして、はい、選挙管理委員会の方を対象ということで、ね、言っていただければ。はい、わかりました。じゃあ、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあちょっとかけ直してみたいと思います。047-436-2111。もしもし。もしもし、よろしいですか。もしもし、はい、はい、電話交換なんですけれど。電話交換。あ、もしもし。はい、選挙管理委員会ですかね。もしもし。はい、もしもし。あ、はい。船橋の選挙管理委員会でよろしいですか。選挙管理委員会じゃないですね。047-436-2111ですかね。あ、選挙管理委員会にご用事なんですね。はい。少々お待ちいただけますか。なんですかね、今。管理委員会です。あ、もしもし、はい、先ほどですね、ちょっと千葉の方の選挙管理委員会に電話かけたらですね、こちらの船橋の方にもかけ直してくださいというふうに言われたので、かけ直ししたんですけれども、はい、あのですね、前回、選挙があったじゃないですか。衆議院、はい、はい、12月にですね。で、その時に、はい、ちょっとツイッターのツイートでちょっと面白い記事を見かけたので、これの確認のために電話かけたんですけれども、はい、どのようなことでしょうか。ですね、千葉4区なんですけれども、はい、野田元総理の選挙区ですね、はい、で12時から30分間の間の開票された4万5000票のうち、野田さんの投票率が 93.7%、はい、さらに12時半から1時までの
に開票された9300票のうち 99.9% が無効票扱いというふうになってたんですけど、これがちょっと本当かどうかを確認のために電話をかけたんですけれども、今その公表されている内容は正しいかと、はい、はい、そうですね、はい、はい、今公表されている通りになりますね。あ、そうなんですね、はい、これじゃあ本当にその30分の間にもう 93.7% も野田さんの方に票が集まって、で12時半から1時までの間に 99.9% の無効票扱い、はい、というふうになってるわけですね、はい、これってなんか、ちょっと待ってください、本当ですか、思いっきり不自然ですよね、不自然な投票ですよね。はい、グローリーさんでございます。はい、
日本選挙センターが管理したところですね。管理した制度元です。あ、制度元。あ、そうですか、わかりました。あ、じゃあとりあえず、じゃあそういうことで、はい、わかりました、はい、どうも失礼します。はい、はい、失礼します。はい、今ちょっと電話終わりましたけど、すいません、ちょっとあまりにも素直に認められたんでちょっとびっくりしちゃいましたけれども、ちょっと一回切りますね。失礼します。はい、でこのようになったんですけれども、ちょっとやっぱり何ですかね、千葉の方にかけたら船橋の電話をかけ直してくださいって言われて、かけ直したらなんかちょっと違いますよみたいなこと言ってましたよね、最初。なんか多分選挙電話の受けなんですかね、受け渡しのなんか専門のところを通したのかもしれないですね。ちょっとこれ一応怪しいなって思いましたね。で、その投票箱ですけれども、まだちょっと管理されてるみたいですね。で、次の選挙まではもう開封されないってことだったので、ちょっと時間ないですんでね、やっぱこれそれまでの間にちょっとなんとかして、その不正選挙というものであったとするならば、それの闇を暴いていきたいですね。でですね、今度次の方にですね、選挙時間の繰り上げがあったんじゃないかってことで、それもちょっと前回聞いてますので、それの確認のために電話をかけ直しましたんで、これも聞いてください。こんにちは、本日は2月の7日ですね。前回ですね、選挙管理委員会の方に電話をかけて、投票時間を繰り上げしている箇所が何箇所かあったと思うんですけども、それがどれくらいありますかということを問い合わせたところ、ちょっと今すぐには分かりませんのでって言われたので、じゃあ折り返し電話かけますねって言ったので、本日ちょっと折り返しの電話をかけてみたいと思います。ではかけてみます。0353 5320 6906。かけてみます。もしもし、はい、ですね、先ほど電話かけたんですけども、川崎さんおられますか？
ですね、今回の選挙でちょっと不正じゃないかという声がちょっとたくさん上がってるので、はい、もしかしたらその選挙をですね、その投票を、一般の方たちで見直しができないかということで、そういうふうに一応そちらの問い合わせてるんですよ、東京の方の管理官で。それじゃなんか裁判の方を起こしてくださいというふうに言われたんですよね、そういう時は。ちなみにその裁判って起こってるんですかね、裁判は今。裁判はまあ大体選挙終わったらですね、はい、起こされることの方が多いですよね。あ、で今回も一応選挙あ、裁判は起こってる状態。起こってます、起こってます。何件ぐらいですか。まあ、定数訴訟が、要するに一票の格差ですね、はい、これが2件ですね。それと、まあ今回衆議院ですか、都知事選挙ですか、衆議院ということでいいですか。はい、30%に当たる1万6000箇所で投票時間が繰り上げられると伝えたって書いてますので、かなりの数ですよね。で裁判の方もですね、今聞いた中では合計で7、8、9、10件起こってるみたいですね。どうでしょうか、なんとかしてこの本当に、選挙を、ね、原発問題にしてもですね、そういうのって選挙で変えるしかないってなった時に、この選挙に不正があったらもう日本変えようがありませんので、なんとかしてもらいたいなとは思いますね。では一応ちょっと電話を切りますね、失礼します。はい、でこのようなちょっと電話でしたけれども、ちょっと私が前回かけた時、その担当の川崎さんって方が今回ちょっと休んでるってことだったんですけど、これその前に電話かけたらですね、実際なんか見当たれなかったってこと言ってたので、これは本当かもしれないです。これは決して逃げてるとかそういうわけじゃなく、本当にお腹でも痛めてお休みしたのかもしれないですね。で、で、もう一つなんですけれども、全部で約トータルで10件裁判してるってことなんですけど、これがですね、ちょっと、まあなんか毎年選挙改めに裁判起こってるって言ってるので、多いのか少ないのかちょっとわかんなかったからですね、ちょっとなんか、私個人からしてみたらちょっと少ないのんじゃないかなって思ってですね、まあで毎年がいくつぐらいあるのか分かりませんので、またこの人電話かけるときにですね、機会があったらそれ聞いてみたいと思います。では今日はそれでじゃあ失礼します。